皆さんこんにちは。 USJ によって暗黒面に落とされた男ツムニムです。今日は5月8日水曜日。なんちゃってゴールデンウィークも終了してパークの混雑も落ち着いてきました。いや、正確には今年のゴールデンウィークってそんなに混んでいたわけではないんですけどね。今日はゴールデンウィーク明けの水曜日のパークの様子を紹介します。さてさて、ゴールデンウィークが終わってパークではいろいろな変化がありました。バックドラフトの消防車の展示も終了しましたし、アミティアイランドギフトも閉店しました。アージの好きなものばかりピンポイントで消していくんすよね、ほんと。まあとにかくインパしましょう。てうって、入場待ち列がこんなところにまで。え、今日って混んでる日なんですか？まあとりあえず並ぶことにします。9時25分インパしました。9時から並び始めたので25分くらいかかりましたね。この日の実際の開演時間は7時50分、公式の開演時間は9時だったので1時間10分フライングです。 USJ では開演時間を必ずフライングします。必ずです。腹が超痛い人がトイレの中でするポーズは決まって神に祈りを捧げてるように見えるあれと同じくらい必ずです。あれって何の神様に祈ってるんですかね。うんこの神様。で、任天堂エリアの整理券を確認すると最速で10時10分の案内でした。意外と大したことなかったですね。もう開演してから95分も経ってますけど、実際後でアトラクションの待ち時間推移を確認しても今日のパークはかなり空いていました。最初のゲート前の長蛇の列は苔を閉じだったようです。 USJ ってその入場者数に対してエントランスが狭いのでどうしても混みやすいんですよね。現在駐車場側に保安検査場を作っているようですが、その対策のためみたいです。ユニバーサルシティウォークは USJ とは別の会社が経営していますので、あまり USJ としてはシティウォークで並ばれるのは困るんですよね。例えるなら隣の家のガキが勝手に自分家の駐車場でサッカーしてるような状態ですので。なので今後は JR 民も駐車場側から入場させる方針のようです。 JR 民にとっては非常に厄介な話です。ではパークを回っていくわけですが、見ての通りアージにしては珍しく右折しました。目指してるのはハリドリです。実は5月7日よりハリドリにサロイヤルコンセプトのオンアワウェイが再登場したんですね。 USJ 15周年のテーマソングです。と言っても既存の曲を持ってきただけで、別に USJ のために書き下ろしたとかではありませんが、曲自体は2013年リリース。もう11年も前なんですね。で、今日はそれを聞きに行こうというわけです。ちなみに、グリーンのウィークも追加されたそうです。9時30分時点でのハリドリの待ち時間は、バックドロップが60分。通常が45分でした。シングルで乗りましょうか。中を覗くとガラガラですね。多分45分も待たないでしょう。シングルだと一瞬でしょうね。はい、このように本当に復活しています。いやー、聞くの楽しみですね。で、うめシングルの最後尾がこんなところに。通常で並んだ方が早かったかも。10時ちょうど案内されました。30分もかかったので、ぶっちゃけ通常列の方が早かった可能性すらあります。では体験し終わりました。いや、実に良い曲でしたね。ハリドリにめっちゃマッチしていて、麻薬みたいな中毒性があります。麻薬吸ったことないですけど、ただできればファーストドロップの時に曲の盛り上がり部分が来て欲しかったなぁとは思いましたね。いずれにせよ最高に良い曲です。では引き続きパークを回ります。今日はなんとなく空いている印象があるので、 USJ 屈指のバカみたいに混みやすいスポット、鬼滅の刃 XR ライドの様子を見に行きましょうか。正確には混んでいるというより回転率が悪いせいで待ち時間が長いんですけどね。乗車人数が通常の2分の1ですので、当然待ち時間は2倍以上になります。もうエクスプレスパスを売りつけるためだけに開発したコースターとも言えるでしょう。10時25分鬼滅の刃 XR ライドの待ち時間は90分でした。開演してからもう2時間35分経ってて、まだ100分超えてません。150分待ち以上がザラな XR ライドにおいてはなかなか空いている印象があります。
ゴールデンウィーク明けの USJ の混雑度ですが、やはり結構空いている印象があります。ここ最近の USJ を知っている人だとガラガラやなと感じるでしょうね。実際待ち時間の推移を確認してもゴールデンウィーク明けは減っています。もっとも今年のゴールデンウィークは意外と混雑度が大したことなく、あまり明暗分かれてるわけでもないんですが、なんとなくの印象ですが、ハリポタや任天堂などの遠方ゲストに人気のアトラクションは混んでいるものの、他のアトラクションは空いている。特に USJ に昔からあるようなアトラクションは空いているなという印象です。ただ任天堂エリアも入場整理券が枯渇するスピードが遅かったり、やはり多少ゴールデンウィークよりも空いている印象はありますね。それにしてもあれ、確かバックドラフトの消防車は5月6日までの展示だと聞いていたのですが、実際来てみると今日も普通にありました。いやーこれは嬉しいですね。きっと大好評につきずっと展示されることになったのでしょう。この消防車の勇姿を今後も拝めるのは実に嬉しいものです。あ、消防車さん今日もダンディーキッチュに。まあなんていう気違いじみた現実逃避はこれくらいにして、バックドラフトの消防車はついに撤去されてしまいました。実はこの後 USJ の周囲をぐるっと入念にチェックしたのですが、オフセットを含め外部から見える範囲全てを探しましたが、消防車はいませんでした。バックドラフトの撤去工事が始まってしばらくはサンフランシスコ裏にいたんですけどね。ただ実はその後すぐにパーク内へとドナドナされており、消防車の展示がスタートすると急にパークに戻ってきました。ですのでパーク内にも USJ が管理する倉庫があり、そこにいる可能性はあります。いずれにせよ外部から確認する限りパークにはいないようでした。あの消防車はクルーさん曰くアメリカに帰るかもみたいな、どこまで信じていいのか謎な情報ですけども、とにかく USJ から消えてほしくはないですね。もちろんスクラップになるくらいなら誰かの手に渡るのがいいんでしょうけど、一番理想的なのは今後も USJ が所有し続けることですね。ちなみについでにバックドラフトのコーチの進捗などもチェックしましたが、外部から見てわかる変化はないですね。でも着々と工事は進んでいます。つまりどういうことかというと、バックドラフトの建屋は丸々運用するということですね。ですので巷で噂されているようなオーランドのワイルドスピードのアトラクションなんて誘致される可能性は 0% に等しいです。そもそもワイルドスピードのアトラクションは非常に広大な土地が必要でして、 USJ に導入するならミニオンパークも犠牲にしなくてはいけません。そんな可能性はないに等しいです。で、バックドラフトの建屋に収まり、なおかつ USJ が好きそうなアトラクションといえば、もうミニオンのシューティングゲームしかないというわけです。サンフランシスコエリアはどうなるんでしょうね。 USJ 情報局 LCA Studios USJ Kanji 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 I don't know LCA Studios。 ではジュラシックパークエリアに向かいます。10時50分、ゴマちゃんの待ち時間は40分待ちでした。ここも空いてますね。では、早速シングルで並びます。ちなみに、この時アーシはすっかり見落としていたのですが、シングルの待ち時間は50分。通常よりも長いということを。USJ の待ち時間って基本的にいい加減ですが、ここまで明確に差があるとシングルの方が本当に混んでいる可能性が高いです。で、いっぱい人いるなぁなんてのんきに思いながら待ち、出てきたのは11時45分でした。うん、絶対通常で並んだ方が良かったですね。隣接するジュラシックパークザライドは相変わらず変化なし、水はナイフまで貼られています。てか最近気づいたのですが、例えばウルトラサウルスだとかの恐竜たちって微妙に四角に入ってて、コースターからだと確認できないんですね。はっ、キラノさん今日もぶっちゃいくでちゅねー。ではうちのチャンネルにしては珍しく、ちょうど任天堂エリアの入場案内時間とバッティングしたので、このまま任天堂エリアに行きましょうか。中に入ると期待を裏切らない混雑度です。任天堂エリアは遠方ゲストに人気なのでずっと混んでいるんですよね。エリアも非常に狭いので人が密集していて歩きにくいです。それでもアトラクションの待ち時間などを見るといつもよりは空いているみたいです。
11時55分時点でのアトラクションの待ち時間は、マリオカートの待ち時間は85分。ヨッシーアドベンチャーは65分でした。以前の動画でも紹介しましたが、キノピオカフェの入店案内は、紙の整理券からスマホの約束になっていました。スマホ持っていないやつは来るんじゃねえというわけです。予約は QR コードを読み込んでメールか LINE で行います。ちなみに12時時点での最速の入店案内は13時30分となっていました。まあ2時間後の案内とかもさらなので、90分待ちというのはちょっとだけ空いてるかなという印象です。そういえば、アミティアイランドギフトも5月6日までで閉店でしたので、今はどうなっているのか確認しに行きます。その前にまずアミティランディングレストラン。入り口前にはスマホ予約の案内が出ていました。中を覗くとパークはガラガラだというのに満員御礼でした。1階のショップ部分を覗くと塞がれていて入れない状態になっていました。手前にはショップにもともとあったメダリオンが移設されています。アミティはあらゆる人気エリアのアクセスを一手に担っているため混雑しやすく、ここのレストランもいつも混んでいるんですよね。なので勝手な憶測ですが、ショップはレストランに吸収されるのではないかと予想しています。先ほどの裏手にあるショップに来ました。建物は残っているものの、窓は黒いカーテンで仕切られ、内部は全く見えません。まるでブラックホールです。よく見るとレストランの部分も封鎖されていますね。もうショーウィンドウを覗く可愛らしいシャークちゃんたちを見ることもありません。アトラクションを出てすぐにショップを覗いてグッズを選ぶこともできなくなりますね。23年間続いた歴史が終わるのは寂しいものです。あ、ジョブさん今日も可愛いちっちゃねでは最後にハリーポッターエリアの混雑度を確認しておきます。ハリーポッターエリアも任天堂同様に遠方ゲストに人気です。なので今日は比較的歩きやすいものの、まあ他のエリアよりは混んでいるようなといった印象。それでもいつもよりだいぶ空いています。13時5分フォービドゥンジャーニーの待ち時間は40分、ヒッポグリフは110分でした。ヒッポグリフって回転率が悪いのはもちろんですけど、それにしてもなんであんなに並んでるんですかね。ヒッポちゃん意外と不動の人気です。この後シティウォークで昼食を食べましたが、シティウォークもなかなかガラガラでしたね。ランチタイムなのにサイゼリヤとかマクドとか貧乏人御用たちの店が若干混んでいる程度でした。今の USJ は非常に過ごしやすいですね。それでは今回はこの辺で、また次回にご期待ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。